霊夢、霊夢。ち、うっせぇな。朝からなんなのよ。昨日遅くまでモンハンやってたから眠いんですけど。もう夕方だぞ。それより、日本が開発中の最強戦闘機 F3 がすごいらしいんだ。どうせマリサのすごいすごい詐欺でしょ？これは気になるわね。ということで今回は日本が目指す最強戦闘機 F3 をお送りするぜ。皆さんの意見をコメントしてね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、日本がついに次世代戦闘機を投入するというニュースが話題だな。そうね。確かポンポコリン計画と統合された V3 だったかしら。テンペスト計画と統合された F3 だぜ。別に知ってたんだからね。現在、戦闘機の世界では、最新鋭のテクノロジーが惜しげもなく使用され、各国の戦闘機の性能は爆発的に向上しているな。戦闘機が最新になっていくのはミリタリーマニアとしては嬉しいけど、それだけ戦争が激化しているとも言えるわよね。まあ、それに伴いコストも増大しており、戦闘機開発は各国の共同プロジェクトとして行われるケースも多くなっているぜ。日本の戦闘機といえば、太平洋戦争で英雄的な活躍を見せたゼロ戦が有名だな。ゼロ戦、まさに名機ね。しかし敗北後、GHQ によって航空残業は大きく規制され世界の潮流から取り残されてきたんだ。そういった中で自前での戦闘機開発はいつしか、自衛隊にとって悲願となっていたんだぜ。そして、防衛省は航空自衛隊の F2 戦闘機の後継機の開発という課題を抱えている。F2 戦闘機は米国の F16 を日本の運用の考え方や、地理的な特性に合わせ日米の優れた技術を結集し、日米共同で改造開発した戦闘機だ。また、現在主力の一機となっている戦闘機でもある。その後継機の開発が急がれる状況の中で、F3 の存在価値が否応なしに高まっているわけだぜ。なるほど。F3 戦闘機開発は日本の悲願でもあり、安全保障上の大きな課題でもあるのか。そうだな。今回は日本の次世代戦闘機にフォーカスしてお話しして解説していくぜ。まずは、日本がついに次期戦闘機を開発している件だな。防衛省が、航空自衛隊の F2 戦闘機の後継機について英航空防衛機器大手 BAE システムズと、日本の三菱重工の日英共同開発で調整に入ったんだ。そもそも F2 戦闘機の後継問題は、日本にとっては重要課題なわけだぜ。うん。確か退役が始まるのよね。その通りで、F2 戦闘機は2035年に退役開始が見込まれており、それに向けて次世代戦闘機の開発を行う必要に迫られているんだな。しかも、日本が位置する東アジアの安全保障情勢は、かなり緊迫感を増している。周辺諸国を見ても軍事力を増強する C 国の台頭に加え、ウクライナ侵攻を現実のものにしたロシア、さらにはミサイル開発を続ける北朝鮮の脅威などにさらされているんだ。そしてキムチを振り回して暴れる竹島付近の残党とかね。どこのバーサーカーだよ。で、空の領域で優勢を確保するためにはこれらの国と渡り合えるだけの戦力。端的に言えばスペシャルな戦闘機が絶対的に必要な状況というわけだ。防衛省が求めるスペックは非常に高いものとなっており、開発するには莫大なコストが必要であると試算されている。そういったコスト面も含めて、日本が次世代戦闘機をどのように開発していくのか。という部分にも注目が集まっているんだぜ。頼むから税金無駄遣いしないでこういうとこに使って。また、空のテクノロジーという面では、2011年度に生産が終了した F2 戦闘機以降、国内における新たな戦闘機開発事業は途絶えており、次期戦闘機の開発は戦闘機の技術レベルを維持するためにも、重要なプロジェクトとなっているんだぜ。ふみお、頼むから税金無駄遣いしないで F3 を完成させて、もしくは F35 とか F22 でもいいからもっと配備してちょうだいよ。まあ無理だろうな。彼に期待してはいけない戒め。はい。視聴者の皆さん、日本の安全保障はこれからどうなっていくと思いますか？コメント欄で教えてね。それでは、F3 開発の全貌についても解説していくぜ。F3 開発の全貌は、防衛省では、2035年に航空優勢を確保するために、F3 戦闘機には次のような7つのコンセプトを掲げている。1、部屋に勝手に入らない。2、ケーキを勝手に食べない。3、夜ご飯は部屋の前に置いてノックはしない。そやニートやってる霊夢のコンセプトだろ。というかわがまますぎだ。親に謝れ。F3 のコンセプトは1、ネットワークで繋がった戦闘機によるクラウドシューティング。2、前方で戦闘機の機能を担う無人機。3、弾数に縛られない指向性エネルギー兵器。4、電子戦に強いフライバイライト。
5、我が国の最先端素材技術による敵を凌駕するステルス性能。6、世界一のパワー半導体デバイス技術による次世代ハイパワーレーダー。7、世界一の耐熱材料技術による次世代ハイパワースリムエンジン。これらの7つのコンセプトを達成するためには、かなりのテクノロジーの獲得が必要だぜ。うん、私のニートコンセプトの方が幾分マシだわ。マシじゃねえよ働け。まあ、例えばネットワークで繋がった戦闘機によるクラウドシューティングや、前方で戦闘機の機能を担う無人機といったコンセプトは、量に勝る的に対する高度ネットワーク戦闘を目指していることが明白だぜ。特にも無人機の活用は、悲しいことだが兵器としてトレンドを形成しつつあり、ウクライナの戦闘でも無人機のドローンがかなりの戦果を上げているな。無人機、大人気よね。F2 戦闘機では無人機つまり、ロボット用機の導入を目指しており、ロボット用機には自己判断を行える高度な人工知能 AI を搭載した、自律戦闘能力を付与するとしているな。ほう？つまるところ、パイロットの相棒が AI がコントロールする用機となるってわけか。そうだな。ロボット用機については実はいくつかの機体で実践されているんだぜ。え？そうなん？一つ目は航空軍とボーイングが開発する AI を搭載した、ロイヤルウィングマンだな。ロイヤルウィングマンは全長 11.7 メートル、航続距離は3700キロ以上で、有人機や無人機と連携しながら情報収集、警戒、監視、偵察、電子戦などの任務を遂行するとされているぜ。次に二つ目はロシアのスホーイ S70 オホートニク B だぜ。ロシアか。ロシアのイタルタス通信は2021年6月、週57が合計で4機の無人ステルス機、S70 オホートニク B を運用できるようにする可能性をと報じている。まあ、危険というか油断ならないアップグレードだな。危険な予感しかしねえ。最後にアメリカ空軍が開発する XQ-58A バルキリーだぜ。親戦闘機によって制御されるロボット用機として機能するように設計されており、偵察などの任務の実行、また攻撃された場合に用機からの攻撃の防御対応を行えるとしているぜ。このようにロボット用機に関しては、すでに兵器として導入されつつあるんだ。時代は人同士ではなく機械機同士が争う時代か。そして、イギリス、イタリアも参加しているのが日本の次期戦闘機開発だな。イギリス、イタリアも参加してるすごい計画よね。ああ、F3 戦闘機の開発で、日本はイギリスとの結びつきを強めているぜ。日本政府は A 航空防衛大手の BAE システムズとの共同開発を調整することが報道されている。エンジン部分は日英企業で共同研究が進んでおり、A 企業との協力関係を築き上げている状況だな。確か BAE システムズって、ガンダムを作っている会社よね。それはバンダイナムコだろう。A 航空防衛大手の BAE システムズは、ヒデ空母クイーンエリザベスの開発や製造、維持、管理にまで深く関わり、空母艦載しているステルス戦闘機 F-35 部と、F-35 シリーズのプログラム全体にも大きく関わっている企業だぜ。さらには英国の次世代戦闘機開発計画、テンペストを進めている企業でもあるぜ。テンペスト、どんな計画だったかしら？テンペストはユーロファイタータイフーンの後継となる次世代戦闘機で、高度人工知能と、指向性レーザー兵器の搭載も予定される機体だな。あのユーロファイタータイフーンを置き換えるつもりなのか。やるわね、イギリス。だな。ヨーロッパの次世代戦闘機として、テンペストの開発計画は本命とされており、イギリス以外にもイタリア、スウェーデンが開発計画に参画しているぜ。このことからも F3 戦闘機の共同開発相手が BAE システムズで決定するならば、テンペストと事実上の共通戦闘機となる可能性がかなり高まるものと言われているな。ほう、これはいろいろとすごそうだわ。それじゃ、将来の戦闘機体系はどうなっていくのかしら？将来の戦闘機体系はだな、当初、日本政府は F2 を共同開発した。ロッキード社から支援を受け、三菱重工が主導する形での開発を模索していたんだな。しかし、ロッキード社との調整が難航し今回の方針転換となったとされているぜ。その理由としては、アメリカとは旧式戦闘機の退役時期が重ならず、コスト面での問題が大きかったことが最大の理由と報道されているな。ほう。とはいえアメリカっち以外との本格的な共同開発は前例がないわよね。これって日本っぴにとっても画期的なことなんじゃない？マリサッチ。それよりお前の話し方が画期的だよ。ただその一方で、相互互換性の観点から、無人機による戦闘支援システムはアメリカとの共同研究を続けることも発表されているぜ。あ、アメリカとの関係は続くのね。まあ、日本は自前での戦闘機開発は悲願であり、自前のテクノロジーの底上げという意味でもやるべきだという声は非常に多いな。
しかし2035年に F2 戦闘機の退役が始まるというタイミングを考えると、残された時間はそれほど多いものではない。さらに言えば日本の安全保障をめぐる状況は悪化の一途をたどっており、抑止力という観点で言えば、すぐにでも強い機体を現場に配備する必要があるんだ。そもそも戦闘機開発の本質は、日本防衛のために最良な機体を作り出すこと、または最適な機体を手に入れることにあるしな。そうね。日本のためだし、アメリカの顔色をいつまでも伺っている必要はないと思うのよ。戦後、ずっとそうしてきたんだけどもね。ああ、その中で F3 戦闘機がどういった機体に仕上がるのか、注目していきたいところだぜ。それに、日本の空を守るためにはということを考えた場合、戦闘機が持つ意味はこれまで以上に大きなものとなっているんだな。特に C 国は軍事費の伸び率が著しく、最新鋭の第4、第5世代戦闘機の配備数を急拡大し、最新型の第5世代機では J31 開発も継続しているんだ。J31 ってあの艦載機の？そうだな。ちょっとだけ J31 の解説も入れておくぜ。2014年、J31 が初めて一般公開された後、多くの人が F35 との著しい類似性を指摘したな。だが驚いた人は少なかった。なぜなら2009年、C 国は F35 の設計に関する情報を盗み出したと考えられていたからだぜ。どうしようもない盗人で草。だが最近、J31 に関する情報や話題はほとんど聞かない。原因の一部は、人民解放軍空軍が J31 をまだ1機も購入していないからだぜ。やっぱり完成してないのね。まあ、2018年か19年に導入されると思われていたんだが、それに関する話題はほとんどないままなんだ。しかも、J31 と F35 を比べてみても、J31 に勝ち目はなさそうなんだぜ。J31 には最終的にスーパークルーズが可能な WS-19 エンジンが搭載され、F35 を上回る性能を実現すると言われている。また12発の空対空ミサイルが搭載可能になる予定で、F35 を上回るわけだ。ほう？じゃあ J31 の圧勝じゃないのよ？だがな、F35 は正真正銘のステルス機であり、空飛ぶデータバンクだ。何言ってんだこいつ？つまり、F35 は地平線の彼方から攻撃が可能、J31 は F35 の姿を捉えることはできないということだな。そういうもんなのか。マリサが言うならきっとそうなのね。じゃあ J31 の用途は？ C 国の軍事アナリストは、空母艦載機の主力である J15 のリプレイス機となるかもしれないと述べている。そもそも J15 は空母艦載機としては重量がありすぎ、信頼性が低すぎると考えられているからな。しかし、強力な空母艦隊を作ろうとしている C 国にとって、技術力のなさは大きなハードルとなっているんだぜ。やっぱり F35 圧勝か。だな。その F35 に圧勝する前提で開発中なのが F3 というわけだ。なるほど。日本すっげー。だが、日本は C 国やロシアなどの周辺国とは領土問題を抱えており、領空侵犯の恐れのある外国軍機などに対し、航空自衛隊の戦闘機が緊急発進するスクランブル回数は、年間で1000回を超えるなどかなり危うい状況にあるんだな。2021年度は全線4回を数え、C 国機に対するスクランブルは全体の約7割を占めているぜ。つまり、C 国のためにスクランブルしてると。そうとも言えるな。周辺問題を見ても、C 国は一つの C 国を掲げており台湾有事になる可能性も高まっている状況だ。そんな中で日本の防衛力強化の取り組み、そう、次世代戦闘機の開発は絶対に欠かすことができないものとなっているんだぜ。そうね。日本人として日本の次世代戦闘機 F3 には注目していく必要があるわね。これからもから目が離せないぜ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。